はい、ともきちガレージです。今日はまだ台風のね、雨とか風とかも吹いてますけど、来週に、このクレスタですね、ヘアブラシを拭いていきたいと思います。これですね。これを、濃い青色で塗っ、エアブラシで拭いていきたいと思います。で、まあ足回りはね、前も見せたと思いますけど、こういう感じになってます。こういう感じですね。見えますかね、バネですね、前もちょっと見にくかったと思いますけど紹介したバネですねを入れてます。こっちは見にくいですね。まあ100均でもこういうのを売ってたんで、それを切って合わせてやってみました。ですね、細かい内装とか、バンパーとかね、は、一度シルバーで、筆塗りをしてみました。あと2回か3回は、シルバー筆塗りして、で、その、上から僕は、薄い青色か濃い、まあ濃いっていうかね、クリアブルーとかを塗っていって普通の、ブルーとかも塗っていきたいと思います。まあこのボディも、この内装とかも青色になりますけど、まあ外と中との青いの色がちょっと違うような感じにします。まあ今日はちょっと紹介だったんで、またね、来週でも、途中経過を教えますので動画を見てください。コメント、チャンネル登録、グッドボタンをお願いします。ともきちガレージでした。お疲れ様でした。